県の時短要請と合わせて金沢市は片町地区の飲食店およそ780店舗を対象に一斉に PCR 検査を実施することを決めましたスナックバー約780店舗に対しまして店舗に直接案内を出させていただきますすべての従業員に対して唾液の PCR 検査を行いたいと。 片町地区の接客を伴う飲食店でクラスターが相次いだことを受け、金沢市は金沢市片町1丁目2丁目木倉町にあるスナックやバーおよそ780店舗を対象に、明後日から今月末にかけて pcr 検査の実施を決めました。今日、各店に案内文を送付し、店からの申し込みに応じて従業員の検査を行う日程を調整します。 検査を行う会場は公表していません。